回も、はい、前回同様、はい、まあ俺らが東京行ってきた時の峰山くんが一人で行ってきた、はい、超過報告となります。結構雨の中頑張ってたね。ほんとみるみる水位が40センチぐらい上がったの。膝下まで来たから。うっそ、うん、ていうかさ、動画内で結構降ってる感じだとさ、実際はめちゃくちゃ降ってるよね、うん、めちゃめちゃ降ってる。動画って結構さ、あんま降ってないように見えて、うん、現実ではめっちゃ降ってるもんね。あれはやばかった。多分大雨やったやろうね。でもあの大雨の日に結構釣れてたね。思っとった以上釣れた。爆釣しよったね、うん、じゃあ今回もその続きどうなるんだろう。いつのだろう、もう俺も分かんないんだ、動画がどうなってるか。まあでも多分いっぱい釣ってたから、今回もいっぱい釣れてると思います。はい、まあまあ釣ってると思います。頑張った一人で。頑張った。最近一人が多いもんね、忙しいからね。ちょっと5分とかね、5分ちょっと釣り行ったりとか、うん、宗男くん専用のカメラ持ってね。はい。じゃあそういうことで超過報告です。はい、どうぞ。さあ、ここどこ？ここね、あの釣りばっかりの人たちがね、うん、4級釣ってたところ。マジで？で、君はそんなちっちゃいのしか釣ってないのかい？俺も釣ってやっかと思って気合入れてた、うん、この一匹だけ。ダメや。え、ここは？これ、これでかいの来る。でかいの来る。おー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 、何？おおおおおお、でっか。何が？ハチ。ハチかい。ハチかい。いやマジでね、6センチぐらいあったんやった。でも今ね、一瞬なんか画面映ってたかもしれん。6センチ6、7センチぐらい。で、これは釣れてんの？なんて、なんて、なんて言ってんだ。またワームじゃないか。お、入った入った。違うか。入った。え、おお、釣れてるんじゃん。おお、釣れた。いや、お前が釣ったんだ。切るかと思った。まだ小バスか、ちっちゃいバス。何使ってんの、ちなみに。あ、これはね、うん、あのシークレットのグリコネって。いつもや。最近それでしか釣ってないや。おい、バラすんじゃねえよ。9割これや。ネコリグにハマったね。あんだけ前ネコリグやってなかったのに。うん、またここか。小規模の池。あ、ふわってなった、もわって。で、バスかな？振った？やった。あ、ちっちゃいな。バスだ。いや、あのリアクション的にちっちゃいよ。やったーって言ってるから。あ、お、ちょっとマシ。唐揚げサイズやね。いや、でもね、うん、ちょっと、なんだろう、うん、今までのバスよりね、うん、ちょこっとだけ大きくなったんだ、これ。あー、ここの場、ここってさ、でかいバスいるの？なんか、いるって話には聞くけど。聞くけどさ、あ、違うわ。俺40ぐらいのバラしたことあるわ、ここ。俺40ぐらいの見たことある。見たことあるんだ。ヨーライト。あ、夜中行った時に見たね。そうそう、真冬の。あ、バッカイクリークや。通称、釣り岡が言うバッカイクリーク。お、おいしょ。おいしょ。お、いいんじゃない。あ、そうでも、え、引いてんじゃん。これはなかなかサイズだったよ。おお。おお、今手前に走ってた。でかいんじゃない？でかいんじゃない？でかいんじゃない？どうした胸を？一生懸命今耐えてんだよ俺。おお、でかい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 。タモやろうか。タモ。タモお願いお願い。タモちょっと待って。男の人。いや、このでも本当でかいやん。でかいでかい、めちゃめちゃでかかった。ゴンジュあんじゃない？ゴンジュ。ゴンジュかと思うぐらい。うわ、マジマジでかいじゃん。そうそう、これ最初さ、うん、手前に走ってきたんだよ、当たって。あー、だからでかいって分かんなかったんだ。分かんなかったんだよね。お、頭あるじゃん。ちゃんと用意されてね。几帳面か。いや、もう意地でも取りてえじゃん。うん、もう毎回横に置いてるんだね、タモ。そうそうそう。あれ、また買った、タモ。あ、あれだ。最近タモもう3つぐらい買ってんじゃん。違うんやって。
これボート用。ああ、そういうボート用でもまた買ったんかい。タモ、タモマニアか。でかいじゃん。そしてでかかった。ゴンジュあんじゃないの。いやマジでゴンジュ行ったかと思ったよ。ほらゴンジュ。うわー惜しい。ないんかい。ほんと無事件だよ。いくらだ。47。この間も47やったよ。そう47好きやね。おお、でかいでかいでかい。プリプリや。結構クオリティよくね、これ。でかいの釣った時は見せると。あー、近すぎや。いやいや、距離感わかんないやん。めっちゃでかいやん。なんだ、なにこれ。膝打った。そう、膝打ったの、ここで。知らねえし。めっちゃ膝打ったの知らねえし。マジ、あざがさ、ものすごかったよ。蜂に追われて膝打って。どうでもいいわ、そんなの。早く釣れよ。おお、ちっちゃ。それちっちゃいパターンのやつ。合わせてピョコンって出たのは絶対ちっちゃいよね。最近ちょっと派手に合わせすぎなのかなって。いや、いいんじゃない別に。だってなんかさ、プロの DVD とかでもさ、合わせたら完璧吹っ飛んでくる時あるやん。あ、水面どころか体にぶち当たるぐらい吹っ飛んでくる時あるからね。お、またこれはまた次の日だったのかな。そう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 、また日が変わってだね。このでかいのがちょこっといるという噂の。ちょこっといるっていう。あ、違うわ。キムも40ぐらいの釣ったよ。3パチぐらいの。あ、でもね、なんか50がもわもわしてる。50がいるらしいんだけど。食った食った。おいしい。お、まあまあサイズ。まあまあサイズ。ここにしてはでかいんじゃない。言った言った。言った。でもこれ本当ここ50いるらしいから、ここの50釣りたいんだよね俺。そう、実は今日旗と行ってきたんだけどね。マジか。ダメやった。この池にしてはでかいんじゃない。うん、でかいでかい。うん、この池にしてはでかい。こう40いってる。いった行った行った。マジか、すげえな。しかもさ、うん、太かったよ太鼓が。へえ、めちゃめちゃ重かったんよ。もう重そう。てかここで40は嬉しいね。嬉しい。なんかでかいのが結構いるところより、小バスしか釣れないようなところで40は嬉しいよね。だからね、またやっちゃうんだよね。ラインも持たない方がいいんだけどね。ああ、ライン持ったらね、伸びないからバレやすいんだよね。短い、あれ短いって言ってる。いや、えって言ってるよ。あれ短い、えって言ってるよ。短い。また言ったよ。顔でかいしさ、あ、そうだね、そうだね、頭でっかちだね。本当やね、これ言ったわ。本当やね、本当やね。あ、でもそれでも40あるなら、うん、ブリ40や。もう本当や、いい柄してんな。そして43なら十分やろ、ここ、ね、ここで43嬉しいやろ。本当30もないようなやつばっか釣れるから。そうそうそう。今まで結構10回20回30回ぐらい行って、キムが4、近いわ。そしてね、キムが40ぐらいのと、うん、ぐらいか。あ、そうそうそう、そのくらいやね。あ、星綺麗。今取れたかも。お、どうしたどうした。徳次郎いるぞ。どうした、取れてない。毎年今取れてないかもしれない。首だ、首。これはね、うん、これ僕が悪かった。あ、これは宗男くんがカメラを回してなかった。でもでかいやん。そう、俺ちょうど車におるときにさ、しれーっと釣ってんの。あ、じゃあやっぱ首だ。バタバタ言って俺こけそうなったからね。ファイトシーンはないかもしれません。でも、ね、お、結構でかいやん。 4号ぐらいか。これ結構太かったような気がする。あ、伸びてる。44ですね。はい、太鼓いいよね。うん、いいバス。これなんか取れてないのもったいないね。徳次郎。いや、俺が悪かった。じゃあ2人とも首やね。ごめんなさい。いいよ。早いの。ナイスバース。ナイスバース。